はい、こんにちは、勝又博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、仮面ライダー龍騎、仮面ライダー龍騎アドベントカード、トレカマンダラケ、これ分かりづらいな、これ分かりやすい、お楽しみパック税別800円ということで、こんなに入ってて800円と。まあ当時4枚で確か100円だったんで、カード出すで、まあ安い方だとは思います。普通にね、全然安いと思います。もういきなりね、表面にレアのサバイブってありますし、サバイブってありますしね、ちょっとナイトがないのがちょっと気になるんだけど、ナイトサバイブないの気になるけど、ベノスネーカー王者があるんで OK としましょう。さあ、ということで開けていきたいと思います。じゃあまず一番このね、差別されてるこれから開けましょう。どんな感じなんでしょうね。なんかあとは全部ノーマルカードとかなのかな。あとはなんかこう木戸真嗣とか載ってたりとか、いろいろそんな感じなのかな。ちょっと見てみましょうね。本当に なんか楽しみ です。どうしてそんな噛んでるって感じ。おーすごい、もう早速上の方をこれめくったんですが、これ絶対サバイブですよね。この金縁の部分、こんなに入ってんのサバイブ。こんな買わなくてよかった感じかな、もしかして。さあ、それでは見ていきましょう。まずベノスネーカー5000アタック。次、あ、なんか村、あ、おーソードベント、並んでますね、いいね。あ、ガイ、あ、違う、ファイナルベント、しかもジレア、レアです、すげえ。ファイナルベント、いいね。ブレイブ、仮面ライダーブレイブではね、使うことなかったですけども、結局ね。はい、ガイ、メタルゲラス、おお、レアだ。ストライクベント、おお、ファイナルベントレア。これなんかめっちゃ揃ってるやん。これなんかのパックというか、なんかストラクチャーみたいな感じだったのかな。ライア、デビルダイバーレア、あ、王者、これ王者こっちですね。スイングベント、ファイナルベントレア、これすごいなマジで。王者、あ、あ、ジェノサイダー出た、ユナイトベント、うわー、ファイナルベント、うわ、スチールベント、え、ここら辺めっちゃ揃ってるやん。レアだしめっちゃ揃ってるやん。ライアプラスエビルウィップ、これこっちですね、メタルフォン、お、シザース、すげえ。お、ボールキャンサー、ストライクベント、ガードベント、ファイナルベント、めっちゃ揃ってる、本当に揃ってんな。来た、ナイトサバイブ、龍騎サバイブ、ファム、おお、龍がナイトとレイドラグーン、龍騎サバイブ、おお、ドラグランザー、ソードベント、あ、ドラグランザー、これ初めて見たかも、俺当時持ってなかったですね多分。おお、これも初めて見るな。シュートベント、ガードベント、ファイナルベントじゃなかった、優勝機構ドラグバイザーツバイということで、プレゼントケーブルで出しましたね。ちょっと故障してましたけど、ちょっと分けていきましょう。龍がファーム、ナイト、ここまでは龍騎、はい、龍が、龍がとドラグセイバー、お、霧島美穂、これファム、ファムだね。おお、ファムのソードベント初めて見たかも。そんなことないか、コンセルで見てるはずだよね多分。龍騎、おお、来たー、ファイナルベントサバイブ、俺ジャーナル、あー確かに、いやー懐かしい、懐かしいなー。ナイトサバイブ、ダークレイダー、ソードベント、ダークレイダー、ファイナルベント、めっちゃレア多いな、ナイト、うわー、あった、サバイブ、あったよサバイブ、ダークバイザーツバイ、シュートベッド、レンの肖像、おー、いいね、ナスティーベント、ナスティーベント、トリックベント、いいね、よいしょ。で、龍騎、ゲルニュート、なんだゲルニュートって、ね、ゲルニュートって敵か、アビスラッシャー、アビス、仮面ライダーアビス、ストライクベント、
トラグクローファイヤー、あ、出た、トラグブラッカー、いいね、おー、いいね、ファイナルベント、おー、いいね、ソードベント、かっこいい、ストライクベント、ガードベント、いいね、で、ファムと、え、めっちゃある、揃ってるやん、これファム、おー、ブラウン、ファイナルベント、これ、めっちゃ揃ってるやん、だって、シザース、ライア、ガイ、王者、ファム、リュウガ、ナイト、ナイトサバイブ、リュウキサバイブ、リュウキ、すげえ揃ってるね。で、次、このオーディーンのパックいきたいと思います。これめっちゃお得だな、マジで。ただ、もうなんか被る気配しかしてないですけどね、こっから先大丈夫かな。なんか同じのめっちゃ出るっていう感じがすごいしてくるけど、あ、なんかやばい、これすげえボロボロだけど、ボロボロだけどお楽しみ、すげえお楽しみ。なんか一個なんかキラキラしてんの、なんかこの白いの、これなんかキラキラ、あ、してなかった。ちょっとボロボロですね、後半の方とか。ちょっとまあ見ていきましょう、どんな感じなんだろう。はい、ファイナルベント、おお、すごい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 、ベルデ、ファイナルベント、オーディーン、すごいな、なんかバラバラだな、ほんとに。あ、これさっきなかった、ないか、似てるやつか。あ、もうここですでにかぶってますね。あ、かぶりましたね。あー、かぶってくる、かぶってくる、どんどんかぶってきます。あ、ガードベント、これかぶってないね、ファム、あ、これかぶったね。あー、もうここら辺結構かぶってきたね。あー、めっちゃかぶってるやん。お、来た、オーディン、ソードベント、うわー、ゴールドフェニックス、ゴールドフェニックスか、ゴールドじゃない、ガードベント、いいね。いやー、ゴールドバイザー、これ欲しいよね、武器化してほしいわ。タイムベント、オーディン、いいね。あ、ゾルダ来た、ゾルダ、初ゾルダ、初ゾルダ、ギガキャノン、映画出ますね、そういえばね、超スーパーヒーロー対戦かな、北岡さん。お、今ガロの竜騎士ですね、ガロというかゼロブラ、ドラゴンブラッドの竜騎士で出てますね、王者ブランク隊、おお、当時ですね、当時。あ、これ丸系ですね、ブランク隊とかオルタナティブ、13人の仮面ライダー、かっこいい、うわ、2枚連続。あ、これもさっき出ましたね、うわ、かぶってるかぶってる、この辺こういうの多いですね。あ、ブラストベント、これなかったね、確かね、シュートベント、ここら辺あったね、ソードベント、ダークレイダー、ダークレイダー、あ、来た、ゾルダ、ストライクベント、ライドシューター、これなかったな、ライドシューター、ゾルダ、あ、またかぶった、ガイ、ソードベント、これもかぶったね、トリックベント、あ、これは持ってない、このバージョンは。ゾルダ脱落、ファイナルベント、おー、普通のナイトの状態だ。あ、サバイブあるやん、サバイブあるやん、めっちゃ出るな、これ3枚目だぞ、これでレベルだよ、これも出るな。お、ファイナルベント、めっちゃ、お、あ、タイガ、初タイガ、初です、ファイナルベント、初タイガ、ファーム、リュウキ、あ、このドラグレッターはまた新しい感じのドラグレッターの絵ですね、本編の CG のドラグレッター、ソードベント、あ、この絵も見たことあるわ、ライドシューター、オルタナティブ、結構かぶるな、同じのいっぱい入ってますね、このパック、さっきのはほとんどかぶりなしだったんですけど、 B ベント、これ全種揃っちゃうんじゃない、ゴールドバイザー、シャドウイリジョン、お、師匠さん、はい、ということで2箱開けてもう結構被ってきましたね。ただなんかベルデのアドベントとかタイガ系がまだ出てないので、そこら辺が出るのかな、お楽しみですね。うわー、今回もかなりこの上の方、こっち前半の方がやられてます、ね、見ていきましょう、サバイブ、うわー、すごい、結構本当にこれはカードひどいな。あ、ファイナルベント、
でもさっきなかったっけ、あるよね、やっぱね、かぶってるよね、コピーベッド、これもあったよね、ギガキャノン、すげえかぶるの。あ、来た、香川研究室、これは覚えてないな、俺当時。デストワイルだ、シャドウイリュージョン、コピーベッド、めっちゃかぶる。サバイブ、また出たぞ、コンファインベント、おお。ナイトサバイブ、キドシンジ、アトリ、うわこれやば、これはやばい、これはボロボロすぎる、これは買い取っちゃいけんよタイムベント、シール、お、シール、レアだけど、レアだけど、ここすごい折れ目がすごいね、うわこれもすごいね、はい、ライドシューター龍騎ガードベント、うわここも真ん中にすごい、これほら、うわすごい、ナイト、ライドシューターめっちゃあるやん、ライドシューターナイト、あジレアと普通のノーマルか、ゾルダ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 、ファイナルベント、おお、俺がファイナルベントしたな今、結構もう、あこれ初めて出た、ダークウィング CG ですね、結構本当にもうかぶってきて、もうないのない、ないかなって感じがしますね、ファイナルベント、またナイト、ナイト、すげえ一緒やな、ここメテオバレット、あこれ初めてかも、あ龍騎サバイブ、ドラグバイザツバイ、ドラグランザー、ドラグランザー、ドラグランザー、あこれかっこいい、このバイクドラグランザー、クソかっこいいわマジで、実際にあるってのがすごいっすよねこれがね、すげえわマジで、お、うわかっこいい、いいね、レボリューションメテオバレット、ガードベント、お、このガードベントも初めてかな、ソードベント、ソードベント、ソードベント、シュートベント、トリックベント、龍騎、龍騎、龍騎、あこれ初めてだね龍騎、すごい、ナイトなのに途中行っちゃった、すごい今種類別に置いてますけど、めっちゃ熱くなってきて、サバイブらへんがめっちゃ熱い、あーこれかっこいい、ドラゴンライダーキック、これかっこいいね、龍騎、龍騎、お一緒の、一緒一緒、龍騎、龍騎、龍騎、あマグナギガ来ました、オーディン、これこんな買わなくてよかったねこんな買わなくてよかったね、うん、なんかもっとちょっとテレビ版とか期待したけど、さすがになかったね、さすがにないよな、あったら嬉しすぎるわ、さあ次も結構サバイブ系がありますね、サバイブ、ガードベント、ファーム、ファーム、ライヤー、ライヤー、ガイ、ガイ、おーかっこいい、朝倉たけし、いいねー、オーディン、ゾルダ、ゾルダ、また来た、メテオバレット、お、あ何これ、ナイトサバイブ、キドシンジ、最後のあれか、なんか最後の方だね、お仮面ライダー龍騎、榊原浩一、オーディン、オーディン、サバイブ、オーディン、オーディン、オーディン多いな、タイムベント、オーディンクソ多いな、神崎兄弟の秘密、あこれ初めてだね、あベルデ、お来た、バイオグリーザ来ましたね、ベルデ系が来ましたね、いいね、足がしびれてきて痛い、うわめっちゃ痛い、ジンジンする、なんかすげえ痛いタイガー、おかっこいい、これデストワイルダー、あさっきも出たよね、うん、デストバイザー、俺のやつは木放しというね、ファイナルベント、ストライクベント、フリーズベント、いいねフリーズベント、アトリ、オルタナティブ、ここら辺はもうもう全部あるんじゃ、あインペラ、初インペラだよ、インペラ初めて来た、よかったこれ買って、
キガゼリンペラはマジ少ないからね、種類がね、カードの。お、スピンベント、これだけっていう。王者ブランク隊いいね。ジェノサイダー、リュウキ。あ、ストレンジベント、トリックベント、ナイトサバイブ、リュウガ、ゾルタ、ファイナルベント、リュウキ。あ、これ初めてだ。メリークリスマスって書いてあるよ。 EX20 って書いてあるね、上に。これも、あーすごい、リュウキ VS 仮面ライダーアギト、これすごい。 EX12、 うわー、これもだ。 EX8、 これおもちゃ、このおもちゃに多分ついてるやつですね、特製カード。うわーすごい、マキシシングル初回特典カード。うわーすげー、これすげー、バレンタイン特製カード。え、最後に来てこれすごいね。 EX25、20、1、8、12、 すごっ。これじゃあちょっとこの上のね、番号順でちょっとどれだけ今これ揃ったのかちょっと見てみたいと思います。はい、ということで揃えて数え終わりました。だいたいね、こっち右側にあるのが被ったやつ、これね、これ被ったやつ、こっちが全部被ってないやつなんですけども、まあ数で言うとこっちが、120種類ぐらいで、これが50種類ぐらいかな。で、これも100枚ぐらいありましたけども、まあ、全部コンプリートってわけではなかったですけど、結構、揃いましたね。うん。すごいよね。このやっぱ、これ RK って書いてあるんですけど、RK16。これなんかね、多分なんかのカードですね。他のは全部 CD って書いてあるんですけども、カードだそうな略でしょうね、CD は。多分。で、EX はエクストラかな。うん。アギトのマークがいいよね、このね、アギトリュウキコラボね。はい、ということで、まあこんな感じで全部カードが揃いましたけども、結構良かったですね。うん、すごい良かった。今のこの年になってこれが買え安く普通に買えてやれるっていうのがいいですね。はい、ということで今日ご紹介したのは仮面ライダーリュウキのアドベントカードでした。それではまた明日。